ファンシーアイランド。えなんだろうね、これ。普通に可愛い,いんだけど。これ、あの、視聴者さんに教えてもらったんですけど、なんだろうブラウザ系かなあ、でもスマートフォン版もある、ね。アプリえ、なにこれいや、試しにね、ちょっと撮ってるんですけど、 ラインスタンプとかもあるけど。え、なんだおおびっくりした。え、なにそういうやつうわ、こわえ、なにあ、怖い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 。うおーあ、ビビったこ怖い怖い。これなんだうわ、怖い。 ああ、撮っててよかった。おっビビった。やばい。えっ何これえ、なんかいろいろあるってことえ、何あ、これ謎解きみたいなえ、これどうすればいいのこれで終わり 戻りたいんだけどどうすればいいんだろう。ああ、あー、なんか色々あるんだ。何これ。<laughs> あ、こういうのね。こう最近の人はわかるかわかんないんですけど、こういうなんかうっ見られてる。<laughs> リンクなんかありそうだなと思ってタブキー押すと大抵 リンクあるんですよね。うわぁ、怖え。<laughs> あ、なんかある。あ、何なんか最初、びっくり系のゲーム <laughs> 最初、ファンシーアイランドっていうあの可愛らしいやつから、怖いやつになったんで、なんか、そういう脅かす感じの、なんかまあ、ブラザー,ゲーかなと思ったら、なんか、謎解きみたいなのもあるってこと 怖い。ういやた、ただの音なのに、あ、なんか吸い付きがあるな。あ、わかったわかったわかった。ほ本当は、やっぱり。あ、うわ、でも、なんか正解したくねえ。 あー怖いあ言ったよ。で特に何もなくないねえ。あダメだ。えー、何？これなんて書いてんの え ?YouTube じゃんこれ <laughs>。ああ、見たくねーあ、ガチの YouTube。あ、に、人形の間の先のページをくまなく調べてみてね。人形の間。クリックできるポイントがあるかも。<laughs> うわ、これ。おおあ、そっか。ずっと流れてたんだ。<laughs> 本当に YouTube なんだね、これ。人形の間って何だここあ、違うな。人形の間って何だろうね。ちょっとブラン。うーわ。この、この、この。 すぎる。<わ>なんか、なんかちょっとリズムっぽいか。あ、やだやだ、やだやだ、こういうのやだ、本当やだ。怖い。バッチで怖い。<laughs> う これなんかクリックできるやつかあ,るのあーでもこれかえ、何だろうこれうわえ怖い <laughs> よくわかんないようわー怖いギャラリーだって開けると えって <laughs> あらまたファンシーアイロン。騙された。え今度これ2番目。あ全然違う。何これ気色悪。ファンシーって書いてある。 よく考えるね。あ、違う。何て書いてんのこれ。なんかクリックできるとこある。なんか今一瞬。これか。これしかないよ。うわっ。<laughs> さっき YouTube だったじゃん。 違うじゃん。ええ今度こそ本当もうだまされたくない。えこれ何これ。さっきちょっとこっち。あこっちはるんもの十文字を並べ替えっそういうことなの えな,えなんて書いてたああ全然早いんだけどじゃあさようならうわ <laughs> もう一回もう一回「やあ<ー>や<ー> <laughs> 僕が踊ってる最中に出てくるひらがな10文字を並べ替えて文章を作ってね」並べ替えるんだまず 読み取れないんだけどああねアシルアシルあしるあしるええああいうわっ編集でなんとかしたいあしるあしるあ今今のパンあしる これ早すぎるよ。あしるえあしるのにあしるあいいいいがあるね。だじゃあろうじゃなくてるかたたたたたた たたたたたた、足るナイロの谷。え、これを並び替えて？じゃあさよなら。<laughs> え、これを並び替えるの？じゃあさよなら。 いやー難しい。わかんねえ。なんか、ヒントある。何あ。あ、なんとかの歌かなと思ったっけど違かった。あが最初なんだ。あが1。最後がる。ちょうて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10個。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、じゃあ、一応全部はあれなんだ。の、うのし、 なんとかのる。穴、穴の後ろにいるとかなんか、え、ちょっと待って。穴の、違うな。穴の後ろじゃないもんね。あ、あなたの、あなたの後ろにいる。えへ、ー、怖い。 分かったけどあでこれ入れるのあ入れるんだおうわ怖いうわ <laughs> あのさ赤文字がやだ何か「う <laughs> しろ」 にいるうわ嫌だやだ <laughs> 予想できるのが嫌だ正解だよえどういうことおやめてよまた見られてるなんか押せるんじゃない実はあいろんなの押せるんじゃない はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。いやー、こういうびっくり系は本当は苦手ですね。あとこういう気持ち悪い感じ。ただ、謎解きっていうかね、こういうブラウザ系あんまやったことないんで、とりあえず一つのなんか難問、問題はクリアしたんで、多分これからももしかしたら続くかもしれないですね。 ということで、今回はこれで終わりたいと思います。では。